デリー。デリー連邦直轄地デリー連邦直轄地は、インドの首都特別地域である。面積 1483km、人口は1、679万人で、インド北部の大都市圏を形成しており、同国の商業、工業、政治の中心地にして、南アジアを代表する世界都市の一つ。デリー首都圏を構成し、 ニューデリーとオールドデリーに分けられる。ニューデリーの中にはニューデリー行政区があり、ここに連邦の首都機能がある。古くは現在のオールドデリーだけの町であったが、イギリス統治下の新しい主婦としてニューデリーが建設された。イギリスの設計と建設による新都市部分をニューデリーと呼び、古くからある町をオールドデリーと呼んでいる。2016年の近郊を含む 都市圏人口は2、573万人であり、世界第3位の巨大な大都市圏を形成している。プライス・ウータンハウス・クーパースが公表した調査によると、デリーの2008年の都市 GDP は1670億ドルであり、世界第37位である。デリー首都圏の行政機構改革により2002年以降に発行された世界の国一覧表、編集発行。 世界の動き者、編集協力、外務省においては、インドの首都がニューデリーからデリーに収さむされ、この変更が文部科学省の学習指導要領にも反映されているため日本の教育現場では、インドの首都はデリーと指導されるようになった。ただし、日本の外務省のサイト、インド政府の公式サイト、国連の地名標準記法一覧表では、首都はニューデリーと表記されている。 デリー連邦直轄地とニューデリーの関係は、日本で言えば、東京都とその一区域である、千代田区のような関係にあたるが、ニューデリーの行政は口実のように都市圏の大部分を管轄するデリー市行政自体、MCD でなく、インド政府の直轄組織として置かれている、ニューデリー市行政委員会、NDMC の管轄下にあり、大都市の内部で独立した行政組織を持つ点は、 グレーターロンドンとシティオブロンドンに近い構造とも言える。デリーは12世紀以降各王朝の首都が置かれてきたが、その位置は王朝によって異なる。大まかに東をヤムナー川、西を岩石の丘陵地、南を点在する丘陵に囲まれた三角形の地域、デリー三角地に各王朝がそれぞれ新王都を建設したからである。現在のオールドデリーは、 ムガル帝国中期に建設された市街地である。チャウハーン朝のプリトビーラージ三世によってこの地に最初に都市が作られたのは12世紀である。当時のデリーはデリー三角地の南西端にあたるラールコートであった。デリーはプリトビーラージ三世の時代に繁栄を迎えるも、1192年にはゴールアサの将軍であったクトゥブティームアイバクの率いるイスラム教徒に征服され、 プリトビーラージは死亡して、以後デリーは800人以上にわたる、イスラーム支配のもとに置かれることとなった。アイバクは征服したデリーを、北、インドにおける拠点と位置づけ、ラールコートの後にクトゥブミナールの建設を行うなど、市内の整備を行った。1206年に、ゴールアサの君主であるシハーブティーンムハンマドが死去し、後継者争いによって、ゴールアサが解体に向かうとアイバクは、 奴隷王朝を建国して独立し、以後1290年までの奴隷王朝、ハルジー朝、1290年から1320年、トゥグルク朝、1320年から1414 14年、サインード朝、1414 14年から1451年、ローディア朝、1451年から1526年、と、1526年までの間デリーに首都を置いた5つの、 王朝が相次いで攻防を繰り返した。この後王朝は総称してデリースルターンアサと呼ばれる。この時代、1398年にはティムール帝国のティムールによって征服、破壊されるなどしたものの、デリーには常に首都が置かれ、北インドの要衝として発展した。また、これらの王朝はすべてイスラーム王朝であり、後のムガル帝国期も含めて、 デリーはインドにおけるムスリム文化の中心地として、重きをなした。奴隷王長期には、首都は、ラールコートに置かれていたものの、ハルジー城のアラーウッディーン・ハルジーは1303年に、ラールコートの北東にあたるシーリーに新たに、城塞都市を建設し、ここを根拠地とした。しかし、ハルジー城は、間もなく滅亡し、これを継いだトゥグルク町のギアース・ディーン・トゥグルクは1321年、 ラールコートの東、シーリーの南東にトゥグルカーバードという新城サイト市を建設して、ここを根拠地とした。その息子のムハンマド・ビン・トゥグルクは1327年に、ラールコートとシーリーをつなぐ、大城サイト市の県を起とし、ここを、ジャハーン・パラーと名付けたものの、経済の混乱によって、計画は未完に終わった。ムハンマドの後を継いだフィールーズ、シャア・トゥグルクは、 それまで城塞都市がデリー三角地の南端に集中していたのに対し、三角地の北端に近い現在のオールドデリーからニューデリー付近2354年に新城塞都市を築き、これをフィールーザーバードと称した。このように各地に点々と建設された各城塞都市が存在し、その間に農村や公やその他様々な建造物が点在するというのが、 デリースルターン長時代のリーの様相であった。五百二十六年、ムガル帝国を創設したバーブルは、デリー南方にあるアーグラを首都と定めたが、その息子フマーユームは、デリーに新しく都市を建設し、首都とした。五百四十年に、フマーユーン王って一時スール長を開いたシェールシャーも、デリーに首都を置き、シェールシャーの息子を倒して再び、デリーを奪回したフマーユーンもまた、 デリーをととし、プラーナー・アキラーに本拠を置いた。しかし、フマーユンの息子・アクバルは、再び首都アーグラへと移し、デリーは後輩の一途をたどった。1648年にデリーは再度ムガル帝国の首都となると、アクバルの孫、シャージャ・ハーンによって再建され、現在のデリーの基礎が築かれた。現在オールド・デリーと呼ばれているデリー旧市街は、 シャージャハーンが築いたものであり、建設当時は、シャージャハーン・アーバード、シャージャハーンの町と呼ばれていた。これ以後も、ムガルの首都は、アーグラとデリーの間を行き来するが、1707年の6代皇帝アウラングゼーブの死後、ムガル帝国の首都は、デリーに固定された。これは、ムガル帝国の勢力が急速に縮小し、デリー近郊以外の支配を維持できなくなったことによる。 衰退したムガル帝国にデリーを守る力はなくなっており、以後デリーは幾度となく戦火に見舞われることとなった。1737年にはマラウター王国に攻撃され、1739年にはペルシャのナービルシャーが有名な苦弱の玉座などの財宝を略奪し破壊されてしまった。1771年、マラウター王国の諸侯シンディア家の勢力下に入り。 1803年には第二次マラーター戦争の結果イギリスが支配権を獲得する。1857年、インド大反乱によって一時的に占拠され、名目的な存在ではあるがこの町に手在位していた皇帝バハードルシャー2世も反乱側に加担したが、同年に打開された。バハードルシャー2世がデリーからミャンマーに配慮されることで、ムガル帝国は完全に滅亡し、 その首都としての歴史を終えた。ムガル帝国滅亡によってデリーは一地方都市となり、パンジャーブ州に所属することとなった。さらに、インドにおけるムスリム文化の中心としての役割も、なくなって一時衰退が進んだ。しかし、1867年に初めてデリーに、鉄道が開通したのを皮切りに、19世紀末には、当時イギリスが、インド全土に張り巡らせていた。 鉄道網の北、インドにおける、結節点となり、徐々に繁栄を取り戻していった。やがて当時の英領インドの首都だったコルカタンが東に、寄りすぎている上に、ベンガル分割令から政治的に急進化する傾向が、生まれたために、首都の移転が、計画さ、ムガル帝国の旧都であったデリーに、白羽の矢が建てられ、1911年には、正式に首都が移されることが決定された。 同年パンジャーブ州からデリーは切り離されて独立州となり、1915年と1925年、1926年に近隣モラワ型から数カ村を編入して領域を拡大した。1912年から1931年にはイギリス領インド帝国の暫定的な首都だったが、1931年にニューデリーが正式に首都に制定された。 1947年のインド独立時にも引き続いてデリーが首都とされたが分離独立時の大混乱によってパキスタン領となったパンジャーブ州西部からヒンドゥー教徒や宿教徒の難民が大量に流入しまた独立の約半年後1948年1月30日にニューデリー南部のビルラー財閥のデリー邸において滞在中だったマハトマガンディが ヒンドゥー極青年によって暗殺されるなどの混乱もあった。しかし、独立以来、産業が急速に発達するとともに、人口も急増し、2000年代に入るとデリー、の人口はコルカタを抜いて、ムンバイに次ぐインド第二の人口を持つ大都市となった。ガンジス川の支流、ジャムナ川の右岸にある都市、東をジャムナ川、西を岩石の丘陵、 南を点在する丘陵に囲まれ、東のヒンドスタン平原と西のパンジャーブ平原の2、大国総地帯の中間に位置し、さらに、ガンジス川流域ながらインダス川との分水海に、ほど近い場所にあって、古くから交通の要衝となっていた。オールドデリーの南にあり、議事堂、官庁などが集まっている。インドの政治、経済、文化の中心。人口30万人。 1911年にイギリスの手で建設が始まった地域。これにより、首都機能はここに移った。設計はエドウィン・ラッチェンスによって行われ、円形のコンノートプレイスを旧市街も含めた街の中心に、新市街の業務中心の北端に位置するように置き、そこから南に日本の道を、正三角形を描くように道を伸ばし、三角の東端である、 インドモンと西端である政府合同庁舎及び大統領官邸及びそれをつなぐ広い道であるラージュパト通りの描く三角形が街の主要部分となっている。ラージュパト通り沿いには国立博物館がある。コンノートプレイスの北にはニューデリー駅があり、長距離列車が発着しデリーのターミナル駅となっている。ニューデリー駅前にはパハールガンジという安宿街が広がり、 多くのバックパッカーが訪れる。ニューデリー東部には、ラクシミーナーラーヤン寺院がある。また、ニューデリー南西のチャーナキャプリー地区は、大使館外となっており、日本大使館をはじめアメリカ、イギリス、ドイツ、中国、フランス、パキスタンなど、各国の大使館があの木を連ねる。なお、ニューデリーはかつても何もない荒野だったわけではなく、ムガル帝国初期には、 帝国の中枢が置かれていたこともある。インド門から東に少し行ったところにある、プラーナキラー、オードホーとは、第二代皇帝であるフマーユーンが回収し自らの居城としたところである。プラーナキラーから南に行くと、フマーユーン病があり、その向かいには、イスラームの聖者であるニザムティーンがアウリアを祀った、インド有数の聖者病であるニザームティーン病がある。また、 コンノートプレイスの少し南にあるジャンタルマンタルは、アンベール王国の君主である、ジャイシング二世が天文台として1724年に建設したものである。ニューデリー建設時における、本来のデリーであり、ムガル帝国の後期の首都だった地域である。オールドデリー中央部にある、インド最大のモスクであるジャーマー・マスジドなど、歴史的建造物が多い。 現在のデリー市中心域の北端にあたる。現在の行政域ではセントラル区の東部にあたる。東にジャムナー川が流れる。北東端にあるデリー城はレッドフォートとも呼ばれ、第五代皇帝シャージャハーンが建設し自らの居城とした城である。レッドフォートからまっすぐ西へと伸びる大通りはチャーンドニー・オークと呼ばれ、オールドデリーの目抜き通りとなっている。 オールドデリーの北側にはデリー駅があり、ラージャスターン州方面への列車が発着している。オールドデリー南東端、ジャムナ側の近くにはガンディーの記念碑であるラージガートがあり、参拝客が多い。その斜め向かいにはガンディ記念博物館がある。ニューデリーのさらに南の地区は12世紀に建設された最も古いデリーであり、ラールコート、シーリー、トゥグルカーバードといった 古代の城塞都市の遺跡が点在する。ラールコート内には、クトゥブミナールやデリーの鉄柱といった文化遺産が残っている。また、特徴的な外観から、ロータース寺院と呼ばれる、バハーイー教の寺院もこの地域にある。また、近年では大規模なショッピングセンターの建設が、相次ぎ、コンノートプレイスに代わって、商業集積ができつつある。フィーローズ。 シャートグルクによって建設された人工貯水池でアハウズカース遺跡があり、その隣にあるハウズカースビレッジは1980年代以降、開発が進み、画廊やブティックなどが並ぶスポットとなっている。オールドデリーの北にあたるシビルラインズ地区は、デリー戦闘後ニューデリー完成までの間に、過渡的に首都機能を持った。現在では、デリー大学の事務局や、 北キャンパスなどがある。かつて、デリーの東京は、ジャムナガーであったが、デリーの拡大とともに東岸にも、市街地が拡大し、現在では、デリー北東区と、デリー東区の二つの区が設置されて、デリー市域の一部となっている。2005年にはここに、世界最大のヒンドゥー寺院である、アークシャルダーム寺院が建設された。欠片の気候区分によると、 温帯化浮気候に属する。3月上旬には風の方向が北西から南西に変わる。3月から5月までは非常に暑いが、この時期は降雨はほとんどなく暑気と呼ばれて、後の雨季とは区別される。6月下旬になるとモンスーンが到着し、湿度が非常に高くなる。これから10月初頭までは雨季となり、 デリーの年間豪雨のかなりの部分が、この時期に周する。11月初旬から2月にかけては寒気であり、穏やかな冬となる。冬といっても、日中の平均最高気温は20度を超えており、他国からの観光客にとっては最も過ごしやすい、ベストシーズンとされ、この時期、特に1月をピークにノームが発生し、デリーを覆う。デリーの都市平均気温は、摂氏25度である。 毎月の平均気温範囲は、摂氏13度から摂氏32度の間である。デリーの最高気温記録は1931年7月に観測された摂氏45度である。デリーの年間平均降雨量は約714ミ、mm、リメートルであり、ほとんどが7月と8月のモンスーン時期に降る。デリーにモンスーンがやってくるのは平均では6月29日である。 2007年の再編以来、連邦直轄領である、デリー首都圏は9つの区、27の地区、59の町、300の村からなる。これらは3つの法令指定行政自治体に属する。その3つとは、デリー市行政自治体、ニューデリー市行政委員会、デリー宿営地委員会である2012年7月16日、デリー政府は、 区の数を9から11へと増加させることを決定した。デリー首都圏の中で最大の面積を管轄するのがデリー市行政自治体。インドの首都機能はニューデリー市行政委員会の管轄区に入り、NDMC の長はデリー知事との相談の上、インド政府により任命される。デリーの郊外には主に4つの衛生都市があり、それらは デリー首都圏の外側に広がる。ハリアーナー州のグルガオン、ファリーダーバード、ウッタルプラデーシュ州のノイーダ、ガーズイヤーバードの4都市である。2011年のインドのセンサスによれば、デリーの人口は1675万3235人で、ある。人口密度は1キロメートルあたり1万1297人で、男女比は、 男性1000人に対し女性866人、識字率は86.34%である。2004年には出生率は20.03、死亡率は5.59、入児死亡率は13.08であった。デリーは世界で最も急速に人口の増加している都市の一つであり、2015年までに東京とムンバイに次いで世界で3番目に、 大きな大都市圏となる見込みである。デリーで最も信者の多い宗教はヒンドゥー教であり、デリー人口の82%を占める。次いで多いのがイスラーム教の11.7%であり、次いで宿教4%、ジャイナ教1.1%、キリスト教0.94%、バハーイー教0.1%と続く。このか仏教やユダヤ教、 ゾロアスター教の小規模なコミュニティも存在する。デリーで最も主な言語はヒンドゥスターニー語であり、中でもヒンディー語のデバーナガり文字が最も多く筆記に使用される。この他、ウルドゥー語やパンジャービー語の話者も多く、この二言語はデリーで二番目に話者の多い言語となっている。かつてはデリーはインドのムスリム支配の中心地であり、上層のムスリムが使用していたウルドゥー語が強い力を、 持っていたが、インドとパキスタンの分離独立時に、上層ムスリムのかなりが流出し、さらに宿およびヒンドゥーとイスラムの間で州が分裂してしまった、パンジャーブでイスラーム側となった、州西部から逃れてきた、ヒンドゥーおよび宿教徒のパンジャーブ人が大量に流入したため、パンジャービー語やク教徒の割合が増加する一方、ウルドゥ語の影響力は弱まった。年には、 デリー住民のうちヒンドゥー教徒が63%、ムスリムが33%、シク教徒が1%を占めるのみだったのが、1981年にはヒンドゥーが84%、ムスリムが8%、シク教徒が6%となっていた。デリーの交通網はバスやデリーメトロ、ミワタクシーを中心に形成されている。特にバスはデリーの交通手段として、 最も主要な乗り物であり、全体の160%の需要を占める。地下鉄のデリーメトロも大量輸送網として広く利用され、2002年に第一次路線として、レッドラインの一部区間が開業後、順調に路線を伸ばし、2011年に、レッド、イエロー、ブルー、グリーン、バイオレット、エアポートエクスプレス線の6路線 190km が全通した。 ミワタクシーはタクシーよりも低運賃として人気がある。もちろんタクシーも簡単に乗ることはできるが、デリー交通網において比較的重要な位置は占めていない。また、市南西部に位置するインディラガンディ国際空港は、国内外からの便を問わず、主要な市への玄関口となっており、南アジアでも最も乗降客数の多い空港の一つとなっている。これから空港の拡張によって、 より、ハブ空港としての重要性を増すことになるであろう。なお、日本からは、日本航空と全日空が毎日、エアインディアが、週3便、成田国際空港から定期便を運行している。関西国際空港からも定期便が運行されている。しかし、近年の経済成長によるデリーの急激な人口増加は、交通機関の著しい飽和状態を生み出す。 原因の一つであり、これから取り組むべき課題は山積している。デリーには、フマーユンビョー、クトゥブミナール、赤い白、レッドフォートといった世界遺産が点在しているほか、ジャーマーマスジド、インドモン、ラクシュミーナーラーヤンジーン、アークシャルダームジーン、デリーの鉄柱、クトゥブミナール内といった観光名所が数多く存在しており、多くの観光客が訪れる。 デリーには、高級から格安まで数多くのホテルが存在しており、ニューデリー駅のすぐ西側にあるパハールガンジは、安宿街として、世界中からバックパッカーが集まってくる。クリケットとサッカーが、デリーでは最も人気のあるスポーツである。市内に、クリケット場もいくつかある。またデリーは、クリケットのインディアンプレミアリーグのデリーデアデビルズ。 インディアンクリケットリーグのデリージャイアンツの本拠地である。サッカーでは2011-12年シーズンによりアイリーグに参加予定の U-19 クラブはデリーを本拠地としている。デリーのサッカースタジアムはアンベイドカルスタジアムだがもともと2万人収容の競技場に近年5万人の動員するほど人気を博している。ラグビーも近年若年層を中心に人気が出ており、 デリーライオンズとデリーハリケーンのクラブチームがある。アジアンゴネーションズ、アジア5カ国対抗ラグビーの2010年大会の開催地となった。競技場はデリー大学北キャンパスのものが唯一。ボクシングは郊外のグルガーオンで最も人気のスポーツとなっている。他にはフィールドホッケー、バスケットボール、テニス、ゴルフ、バドミントン、水泳などが人気である。 バドミントンでは毎年4月に世界大会である BWF スーパーシリーズの一つとしてインドオープンがニューデリーで開かれている。他にデリーにはスポーツ競技場としてジャワハルラールネルスタジアムとインディラガンディーアリーナがある。デリーは国際的なスポーツ競技会も多く開催しており、1951年の第1回アジア競技大会と1982年の 第9回アジア競技大会2010年のコモンウェルスゲームズを開催した。デリー郊外グレーターのい田地区に建設中のブッダインターナショナルサーキットで2011年に開一のインドグランプリが開催予定である。デリーは以下の都市と姉妹都市となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。